伝統の笛、癒しの音、竹笛の会、渡辺豊です。今回はまたですね、新企画、竹笛俳句、あるいは竹笛で俳句ということです。これは何かと言いますと、俳句ってあるじゃないですか、五七五ですね、なんとかのなんたらかんたら何々よみたいな、古池や河津飛び込む水の音とかですね、まあそういうのありますよね。でそれを笛で吹こうというわけなんです。それはですね、もし俳句なさってる方がいらっしゃれば、なんか読んでいただいてそれを吹くでもよろしいんですね。例えばここはですね、ちらっとね、こう富士山実は見えるんですよ。だからね、富士の山枯れ木の間に顔を出すとかですねなんかつまらないですねまあいいや、そんなことを書いてもいいですし、読みますと、でこう吹くんですけど、今一応そのなぞったつもりなんですけど、もうちょっと単純に言いますと五です、五七五ですよね。1234567123456ね、こういうことですね。だからまあ何でもいいわけですよ。こう5つ吹いて7つ吹いて5つ吹くと、割合簡単だと思いませんか。でだんだん工夫してて、なんかちょっと難しくなってってもいいんですよ。その別にしなくてもいいんですけど、難しくはなかったか、高い音でねやるとかこれはですね、自分の技量に合わせて、出る音で、やっていただくと。でとりあえず、入門編ということで解説しますと五七五といってもですね、結局4拍子ですよね。1234 1234 1234、これがですね何とかのを何たらかんたらんて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 んんとんんとのくんとだからでいいんですね。たんたんたんさんたんなんですよ。でもこれあんまり考えちゃって、なんていうの、4拍子に合わせなきゃとかと面倒くさいことになりますから字余りってあるでしょ、俳句は字余りっていうのもありますんでその辺あんまり気にせずに、そうですね、やっぱりまず何か書いてもいいですね。苦手なら何でもいいですよ。昔のその古池や河津飛び込み水の音とか、そういうような有名なやつを吹いてもいいんですよ。そうですね。なんだっけ。岩西見る蝉の声なんだっけ。あれ頭なんだっけな、忘れちゃったな。静けさやか、静けさや岩にしみる蝉の声でしたっけね。そういうのをこう、静けさをどうやって表そうかと、失敗しちゃったうわー
ちょっと失敗しちゃったんで切ってしまいましたけど、まあ今静けさやと、岩にしみるセミの声でこうなんか日暮らしみたいにねペロペロペロと、まあ、やってみたんですけど、まあどのようにでも、できるわけですね。それでさらに発展させていけば、まあ五七五七七にするとかですね、まあなんか結局なんかね自由に自分で吹きたいって思うんですよ。まあ本曲の方もそうなんですけど、なんか書いてある通りに吹こうとか思うと、難しいんですよね。でまあ適当に音を出して そこにこう意味付けをしていくということですね。だからなんかセミの声っていうのをこのにしちゃおうとかですね、コロコロとかなんか使えますかね、このなんかいけそうな気がしますよね。そういうことで、まあ要は、何かその笛を持ってですね歩いて、なんか思いついた言葉に音をつけていく、まあこういうことを、これから少しずつやっていきたいと思います。